国がこんだけ副業と、ね、こんだけ企業が副業と、会社が副業しなさいって言ってるか知ってます？これ明らかに普通に皆さんの面倒が見れないからですよ。皆さんがね、今もともと年金を60歳でもらえると国が約束してたわけだけども、それが65歳になって今度70歳になるかもしれない、むしろ80歳になるかもしれない、こういう状況皆さん理解してますね。こんなの耳がタコができるぐらい聞いてきたと思いますけども、もうちょっとこれ詳しく言ってあげます。何かっていうと、国は今もう皆さんの生活で難しいと見るのね、保障するのが難しいと。だから麻生さんがね、老後は2000万円必要だとか3000万円貯めろとかね、意味のわかんないこと言ったんだけども、結局、国が面倒見れないと。じゃあそれをどうなるかっていうと、企業にそれを押し付けるわけですよ。これが定年雇用努力っていうことですよ。国がね、この国民に言ってるのは、今もともと年金60歳でもらいました、それが65歳になりますね。今65歳じゃないですか。で、今度選びなさいと。65歳でももらえるし、働いてもいいよ。65歳でもらったら、ね、働いてからもらうよりも少ない金額になるよ。いやいや待てよと、お前何言ってんのお前と思うじゃないですか、普通はね。でもそれでも、まあ、のうのうとね、選挙にも行かず、飲み歩いてる、まあ、その政治家を決めてるのは僕らだから、それはもう文句を言ってもしょうがないと思うんですよ。ただ、この国がね、じゃあ何をやってるかっていうと、企業に、定年雇用努力しなさい。これ何かっていうと、70歳まで従業員を雇うっていう努力をしなさいと。ね、これを義務付けたわけですよ。なんだよこれと、普通に。だからね、トヨタの社長ですよ。トヨタのトヨタさんですよ。ね、あとは経団連の会長だったりとか、それが終身雇用なんて無理ですってあんなテレビで大々と言ってるんですよ。この状況見てわかりますよね。国はね、企業に対して70歳まで雇ってください、老後の面倒は、企業が見てください、企業は無理無理、終身雇用は無理って言って、どっちも面倒見たがってないんですよ。だから企業はもうこれダメだなっていうことで、リストラ時代でどん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 リストラしてるわけですね。で、この状況にも気づかずに、今日もね、多分ね、日本でそこら辺の見てみるとね、サラリーマンがワイワイワイって騒いでね、もう俺は安定だとか意味のわかんないね、こと言ってんだよね。そういうことを見てるとね、本当に日本って暗いと思うんだけども、まあ、そんなこと言っててもしょうがないと。じゃあこれをなくすためにどういうことになるかっていうと、副業しなさいっていうことになってるわけですよね。税金っていうのは無知の罰金なんですよ。あんだけ税金大事だよって言って、皆さんは学校で何一つ仕組みを教わったこと、税金の仕組みを教わったことないですよね。国語の授業ある、算数の授業ある、歴史の授業ある、でも税金の授業一つもないじゃないですか、あんだけ大事だよって言ってても。でもじゃあですよ、なんで富裕層は税金を払わずに済んでいるのかとか、なんで頭のいい人ほど、お金が貯まっていくのか、これみんな疑ってますけど、本当知識なんですよ。このどつ黒いものについて今日は、話していきますが、必ず、あ、やべえ、学べると思ったら、コメント、いいね、必ずしてください。OK ですね。じゃあ見てみましょう。まず、節税方法は、富裕層は会社をお財布に生きてるからなんですね。どのようにお財布に、するか。例えばあなたが会社員の場合、100マネーのコーヒーを買うのにいくら必要ですかって聞いた時に、100マネーと思ってませんか？違いますよね。125マネー程度必要なんですよ。125マネー給料を稼いで、そこから社会保障とか税金を払って、やっと100マネーが残るんです。それで100マネーのコーヒーを買って、お財布の中はもう残りは0マネーですね。でも、じゃあ経営者はどうでしょう。同じ125マネー持ってたとすると、100マネーのコーヒーを会社の経費で買います。そうすると25マネーが残って、その25マネーから5マネー程度が税金で取られ、あれ不思議ですね、まだ20マネー残るんですよ。わかりますか。同じコーヒーを買うにしても、経営者とただの会社員、知識がある人とない人では全く手残りが生涯においても違うんです。コーヒー一つでこんだけ違うのであれば、生涯に考えてください。全然違ってくるわけですね。では、例えば竹鼻がですね、次もうちょっと大きい話をしていきましょう。1億マネーの不動産を買って、2億マネーで売ったとしましょう。利益は1億マネーですね。売却益で多分約半分程度の税金がかかってきます。しかし、もし竹鼻がドバイやシンガポールなどの法人で日本の不動産を買ったとしましょう。同じ2億マネーで欲しいよと言ってくる人が現れました。その際に不動産ではなく、その不動産を所有する会社の株式を売却してあげましょう。株式からの売却益はドバイでは 0%、シンガポールも 0% です。なので2億マネーで売ろうが10億マネーで売ろうが税金は 0% なんです。
このようにですね、ちょっとだけ知識を使ってくると、不動産一つ大きな買い物するにしても全然手残りが違ってくるわけですね。なので富裕層というものは、どんだけ稼ぐかの知識よりもどんだけ残すかの知識、これを大事に日々学んでいるわけです。ではそのスキームは海外に実際に自分がいないとできないんでしょうか？そんなことはありません。これにはサンドスキームというものもあります。もちろん海外に生活の拠点自体を移して、あなたが 100% 海外居住者となることが一番簡単なスキームです。でももしあなたが日本にいながら海外に法人を設立しても、このサンドスキームを使えば可能なんですね。例えばもしシンガポールに法人 A を設立して、同様のスキームで1億マネーで買った不動産を所有する法人を2億マネーで売却した場合、この売却において直接的に利益を受けるのは日本で住んでて A 社の株主のあなたになってしまいます。そうすると日本での居住者が海外からの所得が発生しただけのため、日本での課税対象になってしまいます。しかしもし A 社をあなたが株主で設立して、 B の法人を次はあなたではなくて設立した A 社が株主、だから法人が法人の株主で、さらに B 社を設立して、そしてさらに次は B 社が株主で3層目の C 社、D 社、E 社を設立し、この3層目の法人で持つ。3層目の例えば C 社で、1億円の不動産を買って、で、それを2億円で C 社自体株を売却して、直接的に利益、売却益が上がるのはあなたでもなく A 社でもなく B 社になりますよね。A 社でもあなたでもなく B 社です。このようにサンドイッチのように間に受益者を作って直接的に利益が入る関係でない場合は、日本で住んでいながらも資産を管理するアセットマネージメントスキームが完成するわけですね。例えば3層目の C 社で不動産でも、 D 社で、絵画、 E 社でダイヤモンドとか、そういうラグジュアリースタッフなど、いろいろ将来的に価値が上がって売却時に利益が出そうなものを各法人で所有する、こういったスキームもあるわけですね。次に同じ経営者でも利益が残せる経営者、利益が残せない経営者、これに分かれてきます。例えば日本国内で事業をやるときも一緒です。これを知らないと絶対的に損をします。例えばあなたが株式会社 A で居酒屋を複数店舗やってるとしましょう。毎月100万円の利益が出てる居酒屋を5店舗やっています。そのうちの1店舗だけを売りたいなってなった場合、多分毎月100万円利益が出てる居酒屋を100万円では売らないですね。多分3000万円ぐらいで店舗を売却しますね。その場合3000万円の売り上げが立ってしまい、事業売却なのでね、税金が半分程度かかってきます。しかしこれも上記同様、店舗ごとに法人を立てれば、その店舗を保有する所有する法人を売却する、そうすれば日本国内でもキャピタルゲイン税の 20% の税金で済むわけです。 20% の税金、これはですね、実はドバイとかシンガポールとか香港であればキャピタルゲインは 0% です。でも日本は 20% ですね。でも普通の 45% が 50% がそこら辺に比べても全然 20% も安く済むわけです、会社を売却すると。これを知らない経営者が一社だけで多くの店舗を持ってしまい、柔軟な資金調達とか資金繰りができずに事業のスピードを遅くしてしまうんですね。なぜ僕がこういうことを知っているのか、多分今いろいろへーって学べたと思います。まだまだあります。僕はですね、なぜこれを知ってるか、僕は自分が頭いいわけではないんです。僕の周りに頭をいい人を置くようにしてるからです。例えば国際弁護士とか税理士とか、また信託とか、毎月数百万かけてこういった知識を習得してるわけですね。というか投資をしてるわけです。最後に言います。もう一度ですね、税金は無知の罰金なわけなので、ぜひですね、もっと税金について知りたいよ、竹名さん、じゃあドバイに住んでどういうふうに、そうやって資産管理をしてるの、こういったものは、お話ししていきますが、続きはですね URU オンラインスクールというところで、アプリで、お話をしています。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。